僕たちは何も拾わなかったな。あ、そうなんだ。ピアスって穴が絶対なんだ。イヤリングは挟む。へえ、みんな詳しいな。一斉にコメントが。夏美の私たちの教室は2階に降りて2つ目の教室なんです。知ってる知ってる。血出るでしょ絶対、穴開けたら。夏美の夢ならそこにあるかも。あ、コタンいらっしゃい。立ち見も見てるよ。んじゃ行ってみようか。行ってみよう。みんなピアスしてるんですか。痛そう痛そう。俺絶対無理。絶対見る。なんかあれだよね、広末涼子さんの旦那さんがなんか耳になんか角刺してなかったですか。なんかマンモスの角みたいな刺してなかった。あれ絶対耳取れると思うんですけど。2階の2つ目だっけ。でなんか角刺してましたよね耳に確か。あれは痛いだろうなって思って見てました。怖いなと思って。角刺さってますよって、耳から角生えてますよみたいな言われそうだもん。これが夏美の机。ここだね。何かありそうか。ありそうかい。何も入ってない。夏美ちゃんの大事なものってなんだろう。無駄足だったか。無駄足だった。他に何か心当たりはないか。ああいうのって穴を拡張するんですか、角を刺すためには。わかんないです。わかってよそこは。まだきっとなんとかなる。考えよう。考えるんだ俺。こういう時知ってますから頼れる男。やつはやつならなんとかしてくれる。お前は何を考えてる。教えてくれお前の考えを、ヤマト。そういえば先生は第一職陰室だったかな。どういうことどういうこと。第一職員室に行けばいいの。今のはヒントなんですか。前にも同じことがあったような。今のがヒントか。次は保健室の方に行くような気がする。保健室ってどこだっけ。ちょ待って、地図見ていい。あれでも第一職員室はどうしたんだ。当てずっぽか。保健室は、あ、左側ですね。わかりやすい。これあれじゃないかな。アップデートする前は地図ってなかったんじゃないかな。俺が使ってなかっただけかな。なかったような気がするな。シェイクいらっしゃい。すごいやりやすくなってますね。おそらくだけど、前回もあったらね、申し訳ないです。多分なかったような。よりやりやすくなってるような気がします。降りる。保健室の方、あ、これでいいのか。昔なんでね、やったの。じゃあ第一職員室は嘘であると、虚言であると。ふむふむ。ここどこだろう。夏美ちゃんの部屋だよ。家だよ。夏美ちゃんの家だと思う。夏美ハウス。よし、いらっしゃい。へえ。来たことはないのか。おっと、ぴょんぴょん。あ、もしもし、かな。初詣行かない。初詣。うん、いつ？初詣って言ったら元旦っすよ先輩。せやな。ごめん、ちょっと先約があるんだ。デートだろうこの野郎。あの時の電話、ここで断ったから病んでしまった。あれ？あ、そうのか。何の用事？ちょっとこの含みは。んだよ水臭いな。言えよ言えよ。家族でちょっと旅行なんだ。絶対嘘でしょこれ絶対嘘でしょ。そこでどもるってことは絶対嘘ですよこんなの。わかりやすい嘘。そっか。残念だな。残念だよ。大丈夫、悪かったな。あ、昨日いらっしゃい。このせいか。うん、こっちこそごめんね。ねえ、デート優先ですよ。所詮は友達より。いやー、いいのいいの、楽しんできて。わあ。じゃ、また連絡するよ。強がってますよ。目の下クマコいらっしゃい。
嘘だ。おばさん、旅行ダメだって。同じ枕じゃないと寝れないって言ってた。嘘が下手だな。てかすごいこといっぱいいろいろ知ってるな。家族の。カナがちょっと連発するときは、だいたいテンパってるときだ。すげえ見抜かれてる。なんで？なんで嘘つくの？ほら。カナ。泣いちゃったよ。泣かした。泣かしたな。ほら。バレてたんだ。バレてたよ。バレバレだったよ。本当は何だったんだ？デートでしょ、この野郎。リア充この野郎。いろいろあるんですよ。言えよ、もう。言えよ、もうそこはよ。まあ。言ってよ。俺たちにはそれでいいけどさ。これから説得しなきゃいけないんだよ。さて、大事なものがありそうな雰囲気でもなかったな。まあ先生とっては言わなくてもさ、デートぐらい行ってもいいんじゃないですか。まあデートって言ったら誰とって言われ、え、でも先生と付き合ってることは知らないんだっけ。夏美ちゃんはバラ肉いらっしゃい。それを追求されるから言えなかったのかな。あ、夏美ちゃんは知ってるけど、じゃあ夏美ちゃんは知らないけど、さなえちゃんだっけは知ってるのか。僕たち入れない。関係ないだろう。入る入る。またトイレですよ。おいたいた。いじめられる。またたくさん人来てよかったね。あ、違った。お前は似合うからいいよな。何を着てる。メイド喫茶か。メイドカフェなんてベタだったけど意外と好評だったね。みんな高校の時何しました。俺はね、なんだっけな、ジュース屋さんをしてましたよ。ジュース専門店やってた。すげえ暇だった。せっかくだからこの格好でシャメ取ろうよ。シャメろシャメろ。うわ、マジか。焼きそばパンケーキ屋、すごいな。大丈夫大丈夫、夏美もちゃんと似合ってるよ。俺はね、買ってきたジュースを高値で販売するというね。氷菓子のようなことしましたね。はい、コップ一杯100円ですみたいな。あれは売れんわ。突っ込みづらいな。え、コンペイトいらっしゃい。え、転売。転売や。転売や。焼き鳥ポップコーン。へえ。ボケてねえよ。満喫してるな、みんな。あ、なんだ、ボケたのか、今。ごめん、見てなかった。クソ、ごめん。じゃあ、順番にシャメね。シャメろ、シャメろ。ほら、観念して携帯貸しな。映させろ。お前のすべてを。お？はい、牛乳。ベタだな。加工しろよ。ツッコミうめえな。え、何？チーズ？ツッコミうまいな。なんで今ので減ったんだよ。何？寒かったってこと？いい思い出。せやね。あそこに何か落ちてるな。ツッコミがうまいですね。思いのほか。加工ってなんだろう。気づけよそこは。牛乳は加工前じゃないか。チーズのもう乳製品だけど。携帯電話拾った。これか大事なもの。大事なものってこれだったんだね。でも2個いるんじゃないの。しかも待ち受けかよ。携帯電話っていうよりあなたたちとの思い出が大事って感じだな。夏美、説得の鍵はおそらく孤独の否定。カナちゃんとの関係が鍵だ。じゃあゲートに行こうか。あ、今回2つじゃないのか。今回で1つだけか、ゲートの鍵は。ふむふむ。産地回復。このクマが各階に会ってくれたら楽なんですけどね。竜いらっしゃい。職員室行かなく、職員室行ってみる。ちょっと持ち物、多分虚言だと思うけど、やつの第一職員室虚言でしょ。ちょっと待って、今何考えてる。今考えてなかったら虚言ということになるが、えい、考える。そういえば先生は第一職員室。先生ってなんだろう。先生って誰のこと。あ、なんかある、なんかある。でもこれはキャンディーだよね。キャンディー先生。あ、なんかある。金属ロッカーの鍵を拾った。え、何金属ロッカーって。
金属ロッカー。え、何金属ロッカーって、なんかロッカー室みたいなのあったっけ。待て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 、なんかおかしいぞ。下駄箱、トイレ、金属ロッカー、あれか、一箇所違うロッカーか。確かにあったね。そうだそうだ、一つだけね、木造じゃなくて金属だった気がする。これでもし入ってるのがトランキライザーだったら、ヤマトの首を跳ねましょう。いらぬわーっつって。あ、これか？金属ロッカーの鍵を使う。ガチャリ。引き出しの鍵。なになになに？なになに？引き出しの鍵。保健室って書いてある。なんだなんだ？これは分岐のヒントなのか？ほえー。ほえほえー。ちょっと待ってよ。学校の地図。保健室って1階の一番端。なんだなんだなんだな。これでエンディング分岐すんのかな？やばい、楽しみだ。鍵を使うというお使いイベントが始まったが、大丈夫、こういうの得意です。で、左側だよね、一番。そう、サンジが減ってない時はね、すごい穏やかな表情してるんだけど、減ったらもう途端にもうすごい怯えた表情になっちゃうから。ここだね、ここ保健室だね。ここの保健室何気に初めてじゃないか、来たの。んトランキライザー見つけた。なんで出てきたの？これは？ですよねー、知ってた。引き出しの鍵使った。グリセリンを取った。何グリセリンって？何させたいの俺に？グリセリン。試験管に入ったグリセリン。ん？なんだなんだ？分岐すんのかこれ。ストーリー分岐。爆薬を作る？わかんない。じゃあとりあえずグリセリンの使い方を調べようか。あ、開いてない。グリセリン、ちょっと待って、今何考えてる。ヤマト考える。懐かしいな、理科室の宇宙人か。ヤマトってこの学校のあれか、在校生か何かなのか。ちょ、理科室行こうか、グリセリンを使うために。行こう。なんかね、どんどん行き先を変えてるってことはやっぱり、おおおお、ここに行けばいいのか。あ、在校生じゃないか、卒業生か。在校生。在校生はおかしいね、確かに。気づかなかったわ。そうか、在校してたら何歳で、何浪。なんだこれ。これは私が昔実験で使ったものです。ほえ、実験、どんな。グリセリンか。サラダ油があればできるんですが。ありますよ。ほえ。ちょっとやってみましょうか。なんだ、いきなり遊び出して。これを流し込めば。溶けた？溶けた！すげえ、消えた！これどうなってんの？光の屈折率ですよ。中の人形はガラスでできています。ガラスとグリセリンの光の屈折率はほぼ同じ。だから中の人形だけ見えなくなります。おー。あんた、そういう職業の人？いや、でも教師を目指していました。もういいのかい？いろいろ事情がありまして。なるほどねー。これは何だろう？サブイベか何かかな？エンディング分岐には関係ないのかな？キャンディーです。邪魔だ！邪魔だ！よし。じゃあ、扉に行ってくるわ。ええ。邪魔なんですよ。ええ。あんなやつ潰してやりましょう。待ってくれ、ここにもあれがあるんだ。なかった、ごめん。もう考えなくていい。踏み抜けばいい。あれはサブイベかな。よし、戻ってきて。この先に夏美ちゃんがいる。うん。夏美ちゃんはこの中で落ち込んでると思う。励ましてやろう。あ、そうか、今ヤマト考えてるのか。何考えてるか聞いてないな。夏美ちゃんをちゃんと友達だと思ってるか。思ってますよ。本当に。よし、それをちゃんと夏美ちゃんに伝えるんだ。今度は失敗しないようにね。その気持ちが伝わればここから一緒に出てくれると思う。本当かな。またお腹からなんか出そうで怖いな。